今から関西学生テスト法をかけてやった熊谷との戦いが始まります。よろしくお願いします。暑いよ。
いましたね。思いました。ただいま今日の日程が終わりました。いやー、やっぱり伊藤潤くんと熊谷はほんと強い。楽しかった。また練習して頑張ります。今回はこれで終わります。参考になったという方はいいねとコメントとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。